おはようございます。えー、ちょっと忙しかったもんでね、あの、昨日も都内行ったりとか、えー、今晩もちょっと、都内セミナーの方とか、ちょっと行かなきゃいけないんですけど、新宿なんですけどね、昨日も新宿で、えー、で、えー、これ、えー、マジェスティが回避して、で、あの、前の動画の時に、えー、これ、9丸つけてなかったですね、えー、ここもかな、ラストインパクトの9とか。 まあこんな感じで、で、えー、枠順決まって、えー、枠順決まったんですけど、そこにも、そこに音数とかのこのやつ、書き込む時間がなかったので、ちょっとこれを踏まえてですね、えー、使っていきたいなと。 でまあ普通に考えればドラメントなんですよね今回夢見ますよ夢を夢を買いますドラメントじゃ面白くないでしょえー、で枠順決まって、えー、これがあの宝塚で、えー、結構来てるっていうイニシャル A、えー、イニシャルというか場名に A を持った馬ですよねキータターサンブラック 母音、えー、とかいろいろあの場面にえー、アルファベット表記してもらえれば A を持つ馬ですよね、えー、A を多く持った方がこのレースはいいっていうだけですであの7番か7枠注目7番か7枠16番に注目してもらうっていう動画だったと思います で16番はあマリアライト7番がラブリーで7枠がヒットザターゲットとタッチングスピーチまあヒットザは厳しいのかなとでちょっと悩んでましたねマリアタッチングもまあ枠順決まった時に僕はラブリーが7番だったんでよっしゃーって思ったんですけどね 思ったんですけど、まあ、自信は絶対ないですよね。絶対的な自信はないですけど、えー、今年ね、ち、えー、鉄を変えてるっていうところで、オーバーバーでもいい大丈夫なのかな、どうなのかなっていうのと、あとは、 このレースは絶対音水4機種ですね。柴田義富先生が絶対音水4だったんですけど、そこら、そういうのとかな、その中山フェストとかも見てもそうなんですけど、えー、絶対音水4機種が来てるっていうんですよね。このレースは。アルメール機種、えー、池添機種に、それから、あー浜中機種と戸崎機種と、 えー、和田騎士も絶対音数4ですかね福永騎士とまあそういったところがそうですけどラブリーデーもールメール騎士が絶対音数4ってことだよねでやはり、えー、696の音数で運命数まで6なのでで法則通り7番入ったんでああそうですねその法則をまだ言ってなかったですけど法則っていうのはもう分かると思いますあの差しがつく方は第57回で あの、50何回の、この、末、ま、尾何回っていう、馬番が枠が来てるっていう法則なんですよ。えー、こういうことですよね。えー、47回、えー、2着7番。48回、えー、2着17番っていうのは1たす7で8になる。で、49回、9番。えー、1着。50回はね、末、ま、尾が0なんで5をスライドしました。これは5イン2だけど。 それで10年中9回なんで、5枠、えー。51回3着1枠。52回、えー、1着2番。えー、53回が該当。今回、これは法則通りにならなくて、54回が2着4番。55回、えー、2着5番。56回2着6番。で、57回の今年は7番か7枠か。 えー、足してこの,このパターンですよね1足す7で8とか1足す6で7七なる16番この3つが怪しいとだ,だ,だけどこの足してなるのは1回ぐらいしかないんでやはり7番か76だろうとレえにかけるとやっぱり7番の、えー、ラブリーデーが臭い、えー、運命数も6持ってて、えー、トリプルアンジーですし えー、このレースはトンス4機種が来るってことで、ルメール機種がね、やはり、トンス4機種で、まあ、ただルメール機種で不安という声もあります、もちろん。天皇賞の発着ですかそういったのもありますし。でね、えー、っと、面白いことがね、あ,ありまして、えー、っと、 私はね、これ、もちろん東方ジャッカルが57回で、全走5着、全前,前走7着、これもサインだと思ってます。だから、この着順のやつで5、57が本線なんですよ、私。着順で578ってあるから、578、ステファノス、この3連も買おうかなと思ってるんですけどね、3連だ。ただ、サインだっていうのがい,いまして、山勝ヘースだと。 えー、ファン投票が57位らしいですね、どうやら。今年は57回です。で、山勝エースがじゃあ来るのか。山勝エースが、の隣の馬番とかが来るのか。まあ確かにマリアライトは隣の馬番ですね。ただ私、この山勝エースの出走するってだけでこれがサインだと思ってます。山勝エースが出走する57回で57位。これがサインだとしたら、ですよ。 サインからも見るとですよ。57ですよね。で、これね、枠の57の可能性もあるんですよね。ドラメントが5枠が入ったから。そしたらタッチングスピーチ。だから、ドラメントとタッチングスピーチのワイ,ワイドはあの遊びで抑えます。だけど、私はもう波乱を前提で夢を買いたいんで、ドラメント来たらしょうしょがないです。シュバルグランのとラブリーデイの57を本戦に買いたいですね。 うん、ですがですがドゥラメンテ来るならですよドゥラメンテ来るなら私はえー、っと過去10年中5回あのドゥラメンテ来るなら足して年の整数になる馬券っていうのがあるんですよあの足して年の整数になるあの過去10年の見るとえー 2頭が2頭を足したらあのとその年の整数になるで今年は9の年なんで 1+8 っていう日も、えー、8と10で 181+8 で9というようにこの候補数字10点上げました10点ですかね2しろや10点これはねちょっと遊びで抑えようかなとは思ってるんですよねどれら来るならなんですよ これででもつくと思うんですよ、ハイトは。三連覆で。今年は18頭未満なんであの9と18での組み合わせがないからあのえー、ドゥラ以外のでドゥラが来るんであってドゥラ以外の紐で足して9になるえー、組み合わせ紐がですよ。 紐が足して9位になる組み合わせまあこれはちょっと遊びで買おうかなと、えー、ずっ点ねで,で私はですね、えー、もう法則通りラブリーと運気もラブリーでてい鉄も変えたうん,んまあ三連服はこれ 小額ですけどこれ流します57とあと里のクラウンが臭いんですよねやっぱりえー、外枠に入って道あるもうまいだけどワイドが勝負なんですこれ見たら全然落ち着くんであの本当はこれだけで勝負ですねほ,んとほ,ほとんどはこれだけで勝負ですワイドで58131115 これが勝負ですね、私の。あの特に5ですけどで、ステファノスも運気がいいし、えー、タッチングを、ね、Z ンス4機種、4機種同士っていう組み合わせも、えー、この宝図があるんで、ゼ Z ンス4機種同士っていうのがあ、そうですね。あとは、やはり東方ジャッカルも気になるってところですよね。 えーですが3連単ですか3連単はもう,もうここで3連服流しで押さえてるからあの押さえてるんで5のはなので3連単マルチ買うんだったら僕3番と9番外してもいいのかなとあの3連服で押さえてるんでえー、やはり2番と11番と。 15番と8番で特に8番と15番を5七からこの2つ厚みに行きたいですよね。あとはあ2番がやっぱり気になるんですよ。というのはというのはですねというのはえー、まあこれも時事ネタですけど高地登ですか えー、高島玲子ですよね。高地昇が、えー、ラブホですかで、ラブ、ラブ入ってて。で、高島玲,玲子で5、5番。はい、で、高島玲子のね、高地昇じゃないんだけど、高島玲子の誕生日が7月25日ですかで、725ってあるんじゃないですかね。な725っていうのを、 三あるんじゃないですかねちょっとね追加で遊びで厚めに買ってもいいのかなとまあそんなとこですね私はうんだけどあれですよドゥ,ドゥラがドゥラが来るんであればドゥラが来るんであれば私はこの足して9になる散乱これは遊びで抑えますドゥラが来たらしょうがないですもんだから私はもう 本命、本命、対抗で、行きたいですけどね。あの、もう、もう一頭は3連軸で、あの、15番。えー、そんなとこです。それでは、あ失礼します。